りょうくんが買ってくれました。よくない？タンプレ、今年のタンプレ。タンプレ、うん、ありがとう。はい、ありがとうございます。うわ、うまそう。美味しそう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、食べよう。チンシンのラーメン、ちょっとうますぎやろがやし。だって俺はもう絶対あれさ、良くないと思う。あれお店でさ、あんなこと音楽とか流してんのかな。いや、流してんのかな、ね、伸びるから食べる。いただきます。おう、いきます。うん、あ、おいしい。あ、おいしいわ。ね、うますぎる、うん、うますぎやろがい。やったやったよ。あれやめてやだ、本当に恥ずかしい。サタと食えって思う、あれ、うん。うまっ。え、なんかレベルが違う、うん、うますぎる。え、さすが福岡だね。うまい。うまいね。うん、本当にうまい。おいしい。ね、でここ家の近くにあったら毎日行くかも。うまい。うん、紅生姜とかもあるよ。辛いのもあるよ。辛いのにしよう。うん、ありがとうございます。え、どんぐらい辛いかなこれ。いや、わからん。え、入れすぎじゃない？え、なんで？え、そんな辛くするの？え、それ、あれ餃子用とかじゃないの？え、わからん。あー、辛いの苦手な人は無理です。あー、チャーシューから食べなくていいの？はい、生瀬さんの番組でしょ。ほうほうほう。あー、で、ラーメンを、うん、チャーシューから食べると太らないんで。あ、そうそう。で、実験したら本当にそうだったよね、うん、このチャーシューも、はい。うん、マジうますぎやろかい。うますぎやろかい。もう今更じゃんそれ。もう流行ってないでしょ。いや、まだ流行ってる。まだいけるんじゃない。うん、よく食ってみる。辛いやつ、ね、ちょっと辛い、うん、お尻痛いんだ。ちょっと辛っ。え、え、待って、そんなレベルじゃないよ。え、バカなの？え、嘘。そうなの？よくそんな辛くして食べれるね。え、辛っ。嘘。うん、もう分かんない、もう麻痺してんね、マジで。うん、あ、てかまさか辛いのもいいよな。あの二人も辛いの好きだよね。あ、そうだっけ。うん、今日夕方からあの二人で合流するからさ。うん、買い玉する？あ、する？どうしたか、うん、今何時？3時ちょうど、あと2時間くらいかな。しようかね。してもいいかもね。うん、まあ、うまじうまい。びっくりする。うん、うますぎやろうが。ダメだもん。なんかでもやっぱうまいね、あのさ、 TikTok とかで流行るやつ。やっぱ、うん、言いたくなっちゃうもん。うん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 、なんかあんだろうね、法則。だからね、流行るんだろうね。うん、やれレベル高う。うまっね、うん、いいよ、多分。あ、うん、待つよ、それちゃん。うん、
てか出てくるスピード超速かったです、うん、博多ラーメンはどこも速いよね、うん、もうお店に入った時点でさ、うん、もうさって行けそうなあれじゃないか、うん、他にもいろいろあるのよ、チャーシュー丼とか焼き飯とか買い玉かな、どうぞ買い玉だけでいいか、うん、つまみメニューとかもあるんだ、いいね、普通に飲みでも使えるとこなの、ほらほら普通でいい、バリ肩とかにする、肩とかにする、固め、え、どうはどうどう、俺普通がいい、え、それ昔から普通が好きだったら、うん、肩とかにしてみる、いや、いい、あ、すみません、あ、替え玉2つもらってもいいですか、麺の形、普通、両方とも普通でお願いします、はい、みんなテキパキやってんね、で、本当にこういう飲食街とかテキパキやんないとなんか回んないよね、まあそうね、なんか平日のさ、3時くらいなのにさ、うん、どこのお店も結構混んでるよね、観光客なのかな、ね、結構なんかボストンバッグっていうかさ、ボストンバッグっていうなんていうのあれ、いや、まあスーツケースとか、スーツケース、まあ、ボストンバッグも間違ってないけど、ちょっと古くないかで、90年代だろう、ボストンバッグ、あ、ボストンバッグって言わないんだ、なんいやいや伝わるよ、伝わるけどさ、ハードケース、じゃあハンディスっていうのはまた違うんだね、その楽器のハードケースとかだと分かる、あと海外の人やっぱ多いね、うん、韓国の人とかね、サロン、あ、ありがとうございます、ありがとうございます。すいません。美味しすぎる。うん、うん、あ、美味しい。いや、嬉しいわ、久々になんか福岡に来れて。ね、何年ぶり？結構経つ？ 2、3 年ぶりとかじゃない？前回いつ来たんだっけな、2、3 年ぶりかな、でも2、そうね、3年に1回は来てるな、今のところ、そっか、うん、翔太と一緒に来たの 3回目だもんね、さ、うん、今日の夜は多分マサパンの2人がめっちゃいろんなお店連れてってくれる予定だから、やっぱり飲みすぎるわ今日も、いいね、楽しい、うん、持つかな、何が2泊3日、いい、3日目マジ死んでるかもしれない、でも俺ね今回4連休なのよ、あ、そうなの、金曜日に東京帰るけど土曜日も休みなの、じゃあ編集してよこの動画の、しょうちゃんまだ22の編集もまだ終わってないから、終わってない、だから珍しい、家の動画とかって言ったらさ字幕なくていいと思うんだよ、聞き取れるから、でも外の動画とかだとさ、うん、聞き取れないから字幕つけんのね、うん、だからあんま喋んないで字幕大変になるから喋んないで、もう今からめっちゃ喋ろうやめろどうするしょうちゃん今から何する、やだどこ行く、やだ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 、変なこと言わないで、よかったね、博多ラーメン食べたいって言ってたから、いや、これが博多ラーメンなんだ、うん、うん、半袖出るかな、なんか暑い、うんうんうん、外出たらちょっと冷やすしそうな気もするけど、でもなんかそんな臭くなくて食べやすいよね、ここの、でも入った瞬間ちょっと本当、うん、やっぱ東京にない匂いしてる、そうか、分かんない、地元の人とかは全然マイルドな方だよとか言うかもしれないけど、なんかもっとすごいところは本当すごいもん、そういうの食べたいとか、連れてってくれるんじゃん、嬉しい、たくさん食べよう、うんうんうん、じゃあ満足だわ、スープもうまい、今翔ちゃんのベースに合わせてスープ飲んでたの気づいた、うん、もう飲んで、うん、いや思ったよ、え、どっち、こっちでしょ、何が、え、何が、何見てる、いやもう何も見てないもん、別に
ティーチューだお茶なんだ。でも緑茶割りとはまた違うんだよね、きっとね。うんうん、お茶焼酎ってことでしょ。そうじゃん。そうだよね。うん、美味しかった。美味しかった。ごちそうさまでした。見て見て、しょうちゃん。あいやいや、そんな。なんでそんな冷めてんの。嬉しい。じゃあチューしてあげようか。大丈夫です。何してんの、公園に来てまでねえ、旅行先の公園に来てまで何してんの。じゃあお前絶対仕事の電話取んじゃねえぞ。旅行行ってもどこ行っても携帯電源消せよ。マジで仕事してますよ私も。え、だって、うん、今何もない時間だもんね。そういいのよ、何もしないのも旅行なんでしょ。そう、なんかぼーっとするのもねいいと思う。昔のこととか思い出しとけよ。昔のこと、俺過去は振り返らない人間だからさ。福岡の思い出とか読み返らしとけよ。福岡の思い出なんてない俺は今を生きてるから。かっこよくない。はい、虫。いやいや、もう住んじゃおっかな福岡。入ったね、コウ君入ったね、今ね入ったね、コウ君モードにモードに入ってた。いや、もう住んじゃおっかな今回ね、ここの家にね、ここに家に住んじゃおっかな。ショーターゾーンに入ってしまったな。ラーメンと、うん、ラーメンうどんを食べるんだったらどっちがいいかい。朝、朝、今日の朝。そう、いや、そうそうそう、今日今からどっちがいいかねって言ってないって。座ってよ。これうちの家だから。ごめん、ラーメンじゃん。すぎてる。ラーメンじゃん。ラーメンだよね。うん。うどんも、まあ、食ったしね。まあまあ、ラーメンも食ってんだけど。え、それこそさ、天神らへんでラーメン食べる？うん。いや、なんか、俺が朝思ったのは、分かった。朝ごはんにうどん食って、昼ごはんにラーメン食えるんじゃないかなと思って、二人なんか。いや、うちらならね、えつけさんうどん、えつけさんだったら24時間空いてるから食って、もう消化に専念して、だいたいラーメン屋さん11時オープンだから、うん、11時、それかも11時から、さっき翔ちゃんと話してたのは、うん、11時から行って替え玉する感覚で2軒行くかっつって。いやー、めっちゃ食ってるね。めっちゃ食ってる。めっちゃ食ってるね。食ってるよね。いや、食ってるよ。俺そう、俺だけ、うん、俺はめっちゃ食ってるよ。だってうちらが食べてない時も食べてるじゃん。そうそうそう、多分むっちゃんまんじゅうとかほぼ食べてない。あー、美味しかった。美味しかったよね。ちょっとそこら辺はおぼろげないけど。あ、やっぱそうなの。記憶ない。うん、なんか食べたんだろうなっていう。うん、昨日すごい楽しそうだったもん、帰ってきてから。あ、そうそうそう、昨日はね、ジューシーのミッションがコンプリートできた時点で、もう飛んでると思う。俺のバッグめっちゃ持ちたいと思う。ねえ、本当にさ、俺が印象悪くない俺、なんか俺のバッグ完全に違う、何も入ってないから。あの、違うよ、違うじゃん。私くつろげすぎるやつ。ハハ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 。何にすか。あ、はい、決めます。あ、後で、後で、いいっすよ。いい、いいよ、邪魔にならない。あ、大丈夫。ちょっと申し訳なくない。お二人、映れてない。いいよ、いいよ。あ、はい。お好きなように。ごめんね、なんかディレクターが。いやいや、全然。後で入ってもらおう。うん、これからだから、今からだから。うわ、嬉しい。昨日はもう完全に、はい、ディープなとこ、ディープなとこに行った、ね、そうね。あそこのお店はもう教えられない。うん、ていうかね、めっちゃ見てたよね、2人の動画見てたよね。この前のあれ見たよ、くて。そう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 、嬉しい、うん、本当嬉しいよね。親の気持ちになって見てたって。ああ、同じくらいのね、お子さんがいるっていうことだからね。恥ずかしいね。ありがたいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
大きいね。でかっ。え、今日何軒何軒行く予定？何軒行く？ここ、ほんと、まあ、4軒最低。4か5。いいね、いいね。はしご。はしご酒です。今これ、ハッピーアワー中。安いよね。安い。ね。ここでか。よし、じゃあ乾杯しよう。乾杯しようぜ。はい。乾杯。シュワシュワしたんでしょ？シュワシュワした。はい。ヘビー。使い出すようとするのね。使い出すってないよ。はい。ない。あ、うまっ。美味しい。うまっ。うまいね。280円のハイボールがレモンも入って、うん、いや本当よね、このサイズでね280円、安っ、うん、あ、見せてくれたの今、そうありがとうわ、めっちゃニンニクのいい匂いがする。柚子胡椒、え、柚子胡椒つけて食べる、柚子胡椒、いやいや、ありじゃないと思う。あ、うん、あ確かに確かに、おはストップ、ありがとう。父ちゃん2つ食べて、おい、優しい、お餌を食べれないだけよなんでそういうこと言うの、優しいでよくない、確かにね、ごめんね、ごめんね、ごめんね、うん、お野菜もついてるよ、野菜食べれない、なんでよ野菜嫌いなの、どういうキャラ、食べなくてもいい、いや、そんなことないよ、野菜食べたいよ、で、野菜あげるよ、いや食べていいよ。それあれなんだね、あの食べたいって言わないと全部取られちゃう。まずはそのままの味を。オッケー。従順。うんうん。おいしい。いいよね。受け止めよう。美味しいな。ね、面白いね。ベロベロ。最高。うわいい音。いいね。ブザーが解禁されてみたい。何見たかな、うん、あ、うん。横と合うわ。それで。あ、うん、袋、うん、ありがとうございます。うまい。嬉しい。お米190円だよ。味すぎない、ね、でもさ、なんかさ、俺らさ、その電車が近くないところに住んだことないのね。うんうんうん。でもこういうところってさ、車とかなきゃ来れないじゃない。うん。そんなことない。でもここはどうなの？バスとか。だから、それでもその遅い時間も入るか。うんうん。あの、飲み帰りとか。あ、なるほどね。そっかそっか。で、うん。もう一軒行くみたいな時に。いいよな。いいね。聞いてるよ。聞いてる。食べます。美味しい餃子。あ、入れてくれ。あ、入れてくれ。うん。あ、りょうちゃん。うん、俺が入れた。ありがとうございます。ラー油とか入れる？ラー油入れよう。うん。入れて。ありがとう、ありがとう。すごい、今、譲り合いが。美味しい。食べます。あ、いいですよ。ね、美味しい。まくない？美味しいの？ね、やばいね。食べやすいしさ。大きさ。うん。なんかそうだよね。やっぱなんかちょっとちっちゃいよね。うん、博多の餃子ってなんか一口餃子。うんうんうん。そうだよね。だるまだけにさっと焼けるようになるからね。ああ時間かけてさ、蒸し焼きとかしなくていいようにさ。うんうんうん、うん。結構せっかちな人多いけど。博多商人の気質でさ。なるほどね。うん。博多の。まあ、この辺っていうよりも本当にドンタクとかエマカサとか全体的にあるじゃない、はい、ああいうことやってる人たちが本当に博多っ子って言われてて、生粋のね、結構なんかチャキチャキしてるっていうか、はい、分かる分かる、せっかちもなんかもういっちゃいかやとかパッて決めたがるよ、ね、なんか決断力がなくてなんか悩んでる人をシャバいって言われるし、なんとか草は増えてない、言わないよ、ゴツって言って、ゴツって言わなくて、ゴツ、ソガンゴツって言う、ゴツは言うね、かる、うん、俺は言わない、言わないね、うん、大丈夫よ、大丈夫よ、これさ、野菜が入ってるからサラダだよね、
うん、なんかすごく上手に焼かれてる、うん、焼きも素晴らしいな。いやてかですね、こんなうまく作れないよね、家で、ね、作れない絶対失敗するの。なんかディズニーみたいな音楽、確かにビジュアルね、褒めすぎだろ、それは。違う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 、本当になんかディズニーなんかね、そうなの、ディズニーみたいな、これ一回しか行ったことないから、これがディズニーになったらここでいいかなと思った。確かにすごい、こんなと近くにディズニーがあったの知らなかった、知らなかった。いや、うまいわ、うん、ね、全然食べれるんでしょ。なんかサンタさんも大丈夫って言ってたけど、うん、黒いし、カレーサラダ。でも本当そうだよね。でお土産買うでしょ。空港で買うかな、うん、空港で買うと思う、空港で買う。でもほら、あの羽田とかと違って福岡いいのか、ほら博多駅も土星すぐ着くじゃん、うん、あ、そうね、博多駅と空港だから近いからね。でっていうよりも博多駅とかでこういろいろ探していくね。あ、いいかもね。そうだね、いいと思う。で、どうせちょっとしか近くに着くから、うんうんうん、近いだもんね。確かに確かに。ちなみに2人はクロワッサンとかパンが好き。パンも好き。クロワッサン好き、ん、普通、それとも好き、普通かな、普通だね、普通だ、いいよ、普通です。1個2個とか、福岡の三日月っていうクロワッサン屋があって、それあのクロワッサンの袋に入って持ち帰るやつなんだけど、うんうん、お土産とかにいいかも、お屋さんが食べられるんだったら、まあ、今度なんか送れたら送るかね。いいね、いいね。どうする、ご飯、あ、なんか頼む、食べる、うん、全然食べる、食べる、え、ま、追加してもいい、そうね、え、どこまで食えばいいか、なんか腹の何分目とかさ、そのりょうちゃん その何分目っていうのはうちらの適応がちょっと違うから、しょうちゃん、あ、しょうちゃん、いや、思ってたよ、子供たちが、うん、しょうちゃん、りょうちゃん、いや、餃子うまいよ、餃子うまい、餃子うまい、もう一回ぐらいいけるんじゃない、これ、え、食う、そうね、え、どう、そうする、うん、うん、あ、違う、うん、あの、またえ、餃子2人前、3人前、でも3人前いってもいいと思う、3人前する、うん、あ、唐揚げはちょっと1回ね、うん、この後また唐揚げ食い、そうだよね、そうだよね、その餃子をつまみながらもう1杯ぐらい飲んだらちょうどいい、ちょうどいいか、オッケーオッケーオッケー、まあ、楽しい、嬉しい。あと、あの、おつまみメニューとか選んでいいからね、あ、オッケーオッケーオッケー、食べたいっていうのがあったら、あの、食べれる範囲にしてください、そうね、ここのスモツ美味しい、うん、何も食べたくないけど頼んでみよう、うん、人気って書いてある、うん、頼んでみよう、結構頼んでていい、うん、個人的、本当申し訳ないけど、うん、メンマ頼んでも全然いいよ。大好き、メンマ好きなんだ、メンマ好きなの、うん、なんかラーメンとかにメンマが入ってたら全部くれる、 うん、俺別に食べなくてもいいから、うん、メンマさ、博多のラーメンあんまりメンマないね、今気づいて、そうだね、うん、だってあれに言ってるじゃん、中華そばとか、そう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 、なんかメンマに最近出会ってない気がする、ああ、シナチクラーメン、あ、そう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 、原材料水なんで。そウイスキーこのぐらいしか入ってないよ、40何パーセント、でも薄くはないよね、うん、ちょっと甘でいい、俺はね、そう、本当にでしょ、あ、まあ、まあ、もうちょっと後でもいいけど、ハッピーな、これはハッピーなレモンサワー、飲んどこうね、記念みたいな、飲んどこうね、飲んどこうね、そうね、料金も、まあまあまあ、ゆっくり、ちょっとゆっくりでジュースにしたらもう、なんでや、ジュースにしときなさいよ、食べる方がいいよね、結構食べないとさ、うん、お酒ばっかりいっちゃうと、うちらが言うのもおかしな話なんやけど、最初に2人のお家に遊びに行った時が、うん、夜楽しすぎて美味しい、料理も美味しすぎて、ね、めっちゃ記憶なくなっとったの、そうだよね、そうだよね、あ、ありがとう、全然、その日めっちゃひげを剃る、ひげを剃ってドクリングプライド行って、うん、もうめっちゃ嫌やった、もう、まあ、なんでもういつの間にか寝たんだろうなと思ってた、うん、でも普通に2回上がってた、うん、そうなんや、そうなんや、そこから記憶なかったなって思って、あの、あん肝の、うん、あん肝の料理が出てきて、うん、あん肝めっちゃ好きだから、うん、あー、美味しいよね、テンションぶち上がって、うん、めっちゃ飲んで、あん肝うまいって思ったからさ、幸せよ、幸せ、本当
あんこもいいよな、俺も大好き。ね、宅飲みであんこも出てくると思うんだよね。そうね。うちで出したのか。そう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 。そう、作ってした。違う、謎に怪我してると思う。ありがとうございます。決まってる。すごい、メンマがすごいしっかりしてる。いただきます。鬼メンマや。うまっ。いいよ、いいよ、いいよ。何も気にしないでよ。何も気にしないでいいよ。編集する側からしたら。大丈夫、大丈夫。困るの、そういうことは。大丈夫。人に会話をかぶせるとか。あ、全然、全然。編集点を作ったんだ。そうよ。全然。ありがとうございます。ありがとうございます。こうしたら、しょうちゃんがちょこってかわいい。でも、本当にすごいと思う。280円でしょ。いや、すごい高量でしょ。毎回レモン切ってもらうの申し訳ないわ。え、てかさ、東京とかさ、まああるけどさ、こんな早い時間に空いてるさ、系のやつとかあんまりなくない？ある？いや、うちの近くはないかな。うちの近くはないね。だいたい夕方くらいから、ね、そうなんだ。5時とか6時とか。そうそうそう。うん、酒飲むと怖いからね。そうね。いいと思う。スモツも美味しい。すごいさっぱりしてる。うん。あ、タケノコ？タケノコ。タケノコだよね。うん。あ、そうだよ。タケノコでか、タケ。タケ？え？タケ？タケだよ。タケだよ。うん。タケ。あ、そうだよ。タケノコはいずれタケになるからさ。なんかその、あ、そっかそっか。合間ぐらい。え？え、タケノコが？だからすんごいすんごい作るの大変なんだと思う。多分割り箸みたいなのをすごい柔らかくしたみたいなイメージを。そう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 。あ、そうよね。え、すごいね。すごくない？すごい。え、タケじゃん。うん。竹の多分食べれる部分を、ああ、多分こうやって剥いたら食べれるのかな。リンゴみたいな感じですか。どうかわからん。やばいやばいかも。ちょっと、どうしましょう。見てる方もちょっとムカついてるかもしれない。多分。